鳥山石炎、百鬼連れ連れ袋より、サザエキ、水木しげるロードに設置されている、サザエキのブロンズ像サザエキは、鳥山石炎による妖怪画集、百鬼連れ連れ袋にある日本の妖怪の一つで、サザエの妖怪。人間のような両腕を持ちえの蓋の部分に、目のついたサザエの姿が描かれている。解説文では、スズメ海中にいる手、はまぐりとなり、 タネズミ化して、ウズラとなるという中国の、来期からの引用された増加の不思議を表した文が示されており、石炎は、来期にあるようにスズメがハマグリになり、ネズミがウズラになるならばサザエも鬼になるとして、この妖怪を描いたものと考えられる。また、百鬼や公絵巻のいくつか庭には、石炎のサザエ木とよく似た姿勢のサザエの妖怪が、ハマグリの子供の妖怪の手を引く姿が描かれている。 鳥山石園の描いたサザエキとの関連はないと見られているが、以下のような伝承が昭和以後の書籍には見られる。房総半島の伝承では、一人旅の女性が宿を借りに来るのは、サザエキが化けたものとされ、止めたい家は亭主を取られる、もしくは亭主を殺されると言って恐れられたという。また、木の国のなきりの伝承では、 かつて海で溺れていた美女を海賊が見つけ、下心を持って助け上げ、海賊たちみなで女を犯したが、実は女はサザエキが化けたものであり、海賊たちの抗ガをすべて食いちぎってしまった。海賊は抗ガを取り戻すため、サザエキに莫大な黄金を支払ったという。サザエキは30年生きたサザエが化けたもの、もしくは公職な女が海に投げ込まれて、サザエと化し、 さらに歳月を経って化けたもので、月夜には海中から海上に姿を現し、浮かれたように踊り出し、その姿は竜のように見えるという説もある。サザエではないが、似た妖怪にアワビの怪物がいる。暴走資料、カズサの2によれば、千葉県温宿町岩和田海岸に巨大アワビの怪物が出没するという。これに触れると海が荒れるという。 漁師の男に恋した女が漁に出させないようにするため海を荒れさせるとも伝えられている。ありがとうございます。